妹よ、今日は戦車には乗らず、7月9日から30日にかけて行われる、スイッチさんとのコラボイベント、アクイーノタンクウィークエンドの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。このイベントはスイッチさんの配信を見るともらえる専用のトークンを集め、そのトークンを専用のショップで報酬と交換する、いわゆるトークンショップイベントだね。うむ。そしたら早速肝心要、報酬のチェックからいっちゃおうか。まず今回の目玉報酬は、25トークンで交換できる、T33-43D スタイルだね。通常の T33 には機関銃とかは一切装備されていないので、M61 バルカン3と、M60 機関銃3が追加になっているのは、すごくいい感じだよね。だね。ちょっと欲しくなっちゃうかっこよさだよね。その他に D スタイル、アメリカの基礎教本、かっこ2万経験値、ディレクティブ、勝利時経験値5倍券、プレアカ、ガレージ、パーソナルリザーブが、トークンで交換可能な報酬となってるね。次にトークンの入手方法に関しては、表の期間内に各240分間視聴することで、トークンをゲット可能だね。全部で35トークンもらえるので、T33 の 3D スタイルをもらう場合でも、ちょっと余裕があるのはいい感じだよね。うむ。それから7月29日の配信では、プレミアム戦車を含むミステリードロップがあるようなので、そちらも忘れないようにしたいところだね。ミステリードロップのプレミアム戦車さんがどの子かはまだ不明だけど、過去のミステリードロップのことを思うと、コーティアの子の可能性が結構高いもんね。うむ。問題はミステリードロップで、コーティア車両が当たるわけないってこと、なんて今まで思ってたんだけど、なんと6月末にあったタンクフェスタ2024のミステリードロップで、ビペラさんが当たっちゃったんだよね。いいね、お姉ちゃん。ビペラさんはすでに持っていたので、クレジットでのあれになっちゃったけど、まさか当たるとは思ってなかったもんね。だね。絶対当たるわけないと思ってたので、まさかまさかって感じだったよね。そしたら簡単だったけど、一通り紹介させてもらえたと思うので、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。